皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のファミリーコンサートミニミュージカルを見逃してしまった方への動画となります。もう見たよという方はそっと動画を閉じてくださいね。見ていない方、午後にも放送があるのでぜひともそちらを見てください。そしてそれも見逃してしまった方はいつものようですが NHK プラスを見てくださいね。そうすると再放送をやっているので期間限定とはなりますが見ることができます。そちらを確認してください。はい、今日はお母さんと一緒のファミリーコンサートミニミュージカルを見逃してしまった方への情報でした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。